出足遅かったか。いえ、まだよ。見て、あの観念を。防御フィールド。ライフは人類存続に不可欠なシステム。その中枢を守るための防御フィールドはまだ破られていない。ってことは、セントラルライフは無事なんですね。ええ、でも安心はできない。防御フィールドで敵侵入を防いでも稼働限界時間が延びるわけじゃない。急ぐわよ。人類の未来のため、グロースをやっつけちゃいましょう。そうですもん、ケッチョンケッチョンにしてやるですもん。頼もしいわね。そう、これは全ての人の希望を背負った戦い。行くことはできない。エルマより各チームに告げる。これより私のチームがセントラルライフ内部に突入。予備システムを起動させる。ダグ、イリーナ、グイーン、ルーは同行して。他のチームは進路確保を最優先。突入後は拠点防衛に専念。作戦目的は敵の殲滅ではない。間違いないです。チームクラシーザ了解。トリシューラ了解。イングリス了解。バルモンク了解。チームズエルト、敵を相当しつつ敗者の進路を確保します。突入部隊行くわよ。了解。セントラルライフ。急ぎましょう。敵に侵入される前に中へ。ようやくたどり着いた。ここに私たちの体があるんですね。セントラルランク制御システムより通達します。システム残骸エネルギーが 0.2 を切りました。防御フィールド消失まで1000秒。繰り返します。セントラルライフセーブシステムより通達します。チェッ、15分しか持たないのか。どの道エネルギーが尽きたらフィールドだけ残ってもしょうがないさ。予備システムを起動させれば稼働限界時間も延びるし、防御フィールドも維持できる。防御フィールドを維持できれば補給に限界がある敵を撤退させられるかもしれませんね。そういうこと。全ては予備システムを確保できるかどうかよ。行きましょう、エルマさん。中に入ったら引き返している余裕はない。準備はいい。本当にいいの？
を手間取っている。いつになったら目標を破壊できるのか。はっ、それが目標の周囲にはトリオン型障壁が展開している模様でして。トリオン型障壁だと。なぜ地球人ごときがそのような技術を持ってある。あのドールにしてもそうだ。なぜ未開の原始種族があのようなものを。文明レベルが低いとはいえ、やはり地球人は始祖の末裔だったのでは。私はそんな神話など。与太話は真実を。あいつらは宇宙の癌細胞だ。全装置だなどと。原始種族がなぜこうも戦える。まさか本当に。ウィーターを回せ。私自ら出る。総帥、ウィートはあのお方の。いかに抜くざる総帥といえど恩義が持ちません。私とてあの方の眷属よ。手にせるば、いな、捕まねばならん。今し原始人、たとえ我らが滅ぼされる定めだとしても、従わねばならぬ言われなどないわ。障壁だと？あの方のビータの力さえあれば。これは私の知的好奇心が激しく刺激されています。なんだこのだだっ広い空間は。何にもないじゃないか。静かな場所、まるで礼拝堂の中にいるみたい。エルマ、ここには
地球を脱出した移民団のコールドカプセルが保管されているはずじゃなかったのか？まさか、ここも違うの？え、そんなバカな。そんなはずないです。ここの外観はミッションデータで示されたあのセントラルライフそのものでした。あなたたちの体がカプセルの中にあって、そこから BB に意識が転送されている。これまでそう説明してきた。でも事実は異なるわ。え、どういうことですか？期待じゃないか。グロゼ？何者だ？あの脳みそ野郎は。あなたがルクザールね。ラオが言っていた。グロースの総帥。貴様らのような宇宙の癌細胞が気安く呼んでいいなではない。癌細胞は駆除する。それがグロースの定め。何を恐れているの？あなたたちは地球を消滅させ、この星でも執拗にライフを破壊し続けていた。何を怖がっているの？そんな欠けた機体を持ち出してまで。その機体を欠けている。大切な何かが抜け落ちている。それに気づく？感ずるのか？地球人の素性がそうさせるのか？テクの貴様らであってもか？素性ですって？貴様、ただのデクではないな。そうか、トリオン型障壁も貴様が。貴様が全ての矜持の源か？私が間違っていたようだ。やはり貴様らは神話で語られた安全装置だったのかもしれない。だが我らグロースが貴様らデクにおとなしく封じられると思うなよ。あの方が降臨するまでこの惑星の大地を清めてみせる。私は確かにお前たち地球人に怯えていた。宇宙創生の時代、他の世界よりやってきたサマールの民。我らグロースは決して彼らに逆らうことはできない。逆らえば滅びる。ただの神話だと思っていた。だが今もなおサマールの末裔が生き延びているという。それが貴様らだ、地球人。たとえ貴様らがサマールの末裔だとしても、今は原始的な蛮族に過ぎない。我らが従う理由など、恐れるいわれなどない。
余計な戦いはさせない。諸敵を打ち解けよう。大王戦ったのか。そうみたいだな。やりましたね、注意。リンさん、パーティーですもん。ごちそうにするですもん。そうだね、盛大にね。これぞ孤児に言う狂気乱舞。ちょっとは喜びましょうよ。グロースの総帥やっつけたんですよ。立つなんて嬉しくて自分を食材にしてパーティーをって言ってたし。リンさん、立つそんなこと言ってないですもん。え、さっきごちそうにするですもって。違うですもん。言ったけど違うですもん。そういう意味じゃないですもん。ごめん、間違えちゃった。わざとですもん。絶対わざとですもん。食材の件については二人で決めて。さて、さっきの話の続きをしなくっちゃね。この上のもの、なんだかわかる？7世代型の光量子コンピューターに見えます。でも、あんな巨大な。リンの言う通りよ。あれは地球人類が生み出した最高の演算能力と最大の記憶容量を持ったコンピューター。あれこそが地球種反移民計画の中枢。あそこからあなたたちの意識は転送されている。エルモさん、それって文字通りの意味よ。あなたたちだけじゃない。地球種反移民計画で地球を脱出した2000万の地球人の意識、つまり記憶のデータと個々の肉体を構成していた遺伝子情報は全て電子化され、クラウドデータとして保存されているの。じゃあ僕たちはもう死んでいるってことですか？そうとも言えるし、そうでないとも言える。確かにあなたたちの生まれながらの肉体はそこに宿った意識とともに消失したわ。でも地球種反移民計画がサンプリングした時点から、クラウドデータとなったあなたたちの心は生き続けているし、いずれはライフによって肉体も再生される。肉体もだと？
見ていて。あの微細管一つ一つに全地球生物種の遺伝子情報が組み込まれている。地球種反移民計画の真の姿はね、地球に存在していた生物の遺伝子情報を後世へと残すための箱舟そのものだったのよ。箱舟って旧約聖書に出てきたあの？そう、ここはノアの箱舟、来るべき日の復活に備えた人類最後の希望。この床下に満ちているのは原型質溶液。保存されている遺伝子情報からああやって生態を再生することができるわ。じゃあ人間も私たちも。培養された体には現在の記憶データを転送することができる。今現在 BB で活動しているあなたたちの意識は連続性を保持して移動できるはず。じゃあ僕たち生身の体に戻れるってことなんですよね。それでいいのか。生まれてから何十年も一緒にいた体が死んじまって、刻んできた傷もないまっさらな体に生まれ変わって、それでいいのか。そんなんでも生き延びたって言えるのか。記憶を移すだって。じゃあ今ここでこうしている俺の存在はどうなる。生身に戻った俺は果たして今の俺なのか。今日の自分と明日の自分は厳密には異なる。細胞レベルの話で言えば別人であるとも言える。意識の連続性があるから子として認識できているに過ぎない。全ては儚い幻想。魂の存在が立証できない限り、それは永遠に哲学的問答の域を出ない。地球種反移民計画の内部でもその問題はずっと議論されていたわ。地球からコールドスリープで人々を移住させようという計画も確かに存在した。実際に実行した移民船計画もあったらしいわ。でもその船に収容できるのは数万人。地球種反移民計画では一隻の移民船に2000万人のデータと同数の肉体を再生する分の設備を積むことができる。上層部は計画の罪深さや危険性を考慮した上でこちらを選択したの。意見を求められた私も賛成したわ。じゃあラオさんが地球人類はそこで死んだと言っていたのは。彼は知っていたのでしょうね。だからこそ2000万といえど一部の人間がこういう延命を図ることを許せなかったんだと思う。その気持ち分かるぜ。でも彼は真実を暴露しなかった。それは多分リム、あなたに聞かせたくなかったんだと思う。そしてここへの道を開いてくれ。彼の気持ちは、私はそう考える。はい。地球種反移民計画は、BB たちがこのシステムを守って新天地への移住、そこで生活する社会基盤を建設した後で人々を再生するプログラムになっている。グロースという妨害者が現れたけど、プログラムは最終段階に到達しつつあるわ。
私は地球種反移民計画を成功させたい。たとえ偽りの命と考える人もいようと関係ない。私は私のなすべきことをする。それが私の選択よ。あなたはどう？すまん、エルバ。俺は頭に血が上ってたのかもしれん。まだ納得できてない部分もあるが、これだけの計画を実行した奴らの熱意に敬服するよ。せっかくこの体を与えられたんだから、俺もその思いを引き継ぎたい。ダグ、私もだよ。タズもですも。もうあなたは関係ないの。え、そうなんですも。話は難しくてよくわからなかったけど、ホムホムがいっぱい増えるのは嬉しいことですも。ホムホム、なんだそりゃ。タズにもよくわかんないですも。装置だとしても、テクのうちに根絶やしにしてしまえば。セントラルライフ制御システムより通達します。本機は敵対行動による攻撃にさらされています。これより内部防衛システムを起動します。あの脳みそ野郎、制御システムを破壊する気か。やめろ、ルクザール。冷やすく呼ぶな。我らこそ、ガン細胞だとでも言うつもりか。滅びてたまるか。みんな、あいつを止めて。このままでは、制御システムが。了解。待ってください、あそこ。防衛システム、起動します。あれってまさか。おお、地球からの移民を培養するシステムが生体兵器を生み出す防衛機構を兼ねている。でもあれは、あんな化け物が防衛機構だっていうの。システムが暴走してるんだわ。早く止めないと。見にくい、実に見にくい。貴様ら地球人のように醜い姿をしておるわ。てめえに言われたくねえ。システムを止めろ。分かったわ。余計な戦いは避けたくない。やり撃ち作戦、どうしたくないと。行くぞ、行くぞ。あなたの方へ移動する。助かったわ。苦しめて遅すぎる。強化だ。貴様、
滅ぼしたかったのではないのか。地球人類をこの宇宙から。悪いな、地球人ってのは変わっていくものなのさ。体も心も節操のない原始人め。地球人はあの時に滅ぶべきだったというのは虚言だったか。もともとてめえらが地球のそばでドンパチさえ始めなければこんなことには。残念だ、ここには2000万しかいねえ。残り99億8000万人分のエンサーきっちり生産してもらうぜ、ルクザール。未来にたどり着いたのは死に損ねた命なんかじゃない。新しい宇宙に芽吹くべき命の種子だったんだ。俺はやっと気づいた。なんだこれは。命が、地球上の全ての命が俺の中に。私の前に立ちはだかる。ロケットを打ち続けよう。助かった、心強いな。心強いな。
どうなってる？まだ稼働しているのか？無事です。なんとか持ちこたえています。よかった。僕たち、守り切ったんですね。でも、ラオさんは…悲しむことはない。私たちはシステムを守り切っただけじゃない。ラオも救ったのよ。そうか。奴の記憶も遺伝子情報もライフのクラウドデータに保存されている。ええ、彼もまた新しい体で蘇ることができるわ。でもそれってラオさんは納得できるんでしょうか？自分がやったこと全部覚えてるんですもんね。それでいいんだよ。死んじまったら罪滅ぼしも後悔もできない。あいつには生きてもらって、やったことに見合う分働いてもらうさ。そうだな、その通りだ。ですよね。では急いでシステムの復旧を。エルマ大佐、みんなに一つ話しておかなければならないことがある。なんだ急に。 NLA の BB の中でたった一人だけコールドカプセルで眠っている体から意識が転送されている者がいるわ。え、
地球種反移民計画では載せてないんじゃ。ええ、でもその一人だけは違う。どういうことだ。こういうことよ。エルマ大佐。エルマ、その姿。そう、これが私の本当の姿。コールドカプセルで運ばれてきた唯一の異星人。エルマ大佐、地球人じゃなかったんですか。そんな。おお、美しい。この姿を見ても私をあなたたちの仲間だと思ってもらえるかしら。当たり前じゃないですか。私たちはエルマさんの見かけじゃない、行動を信じてここまでついてきたんです。そうですもん。リンの言う通りだ。エルマ大佐、あなたは意味もなく私たちを偽るような人じゃない。そうだな、俺も信じよう。僕もです。ありがとう。嬉しく思う。あなたたちの信頼に応えるためにも、私が知る限りの真実を話すわ。でもその前にやることをやらないとね。私にしかできないこと。これで予備の動力システムに切り替わる。生体認証コード確認。予備動力システムへの切り替え完了しました。本当に切り替わってるのか。いきなりプスンなんてことはないだろうな。ええ、大丈夫。エルマさん、ナギ王子様です。繋いで。可能限界時間の回復を確認した。みんなありがとう。バンダムから外のグロース部隊を制圧したとの報告も受けた。メインの動力システムは数日内にテスタメントに復旧させる。了解。ご苦労だった。帰還したら祝杯をあげよう。これで俺たちの寿命はしばらく伸びたわけだ。そうですね。メインの動力が回復すればバッテリー切れの心配もなくなります。生身に戻ったらそれも必要なくなりますね。あ、その通りさ。そのためにはまず制御コンピューターの修理が必要ね。仮想にあるあなたたちの記憶、データベースも確認しないと。ちょっと待ってくれ。その前にエルマの言ってた真実を聞くのが先だろう。そういえば、いろいろありすぎてすっかり忘れてた。なーに、焦らなくても大丈夫だろ。今の私たちにはたっぷり時間があるんだしさ。それに長い話になるわ。どうかしら、一度 NLA に戻ってリンの手料理でも食べながら聞くっていうのは。賛成ですもん。立つお腹グーグーですもん。ちょうどそこに丸々と太った食材もあることですしね。もそうだな。うん、そう
うしよう。では皆さん帰りましょう。はい、帰還しましょう。私たちの町 NLA